6月の宮古島ってどんな感じ？天気や服装、海水浴などの基本情報からガイドブックには載っていない最新グルメや旬な観光スポットをまとめて紹介します。これを見れば6月の宮古島旅行が丸わかり。中トリでは月ごとにまとめた宮古島情報を発信しています。6月以降に旅行を検討されている方はぜひこちらの動画も合わせてご覧ください。それではスタートです。まずは6月の宮古島の天気と服装。本島では6月というと梅雨のイメージが強いですが、宮古島は日本列島でいち早く5月に梅雨入りするため、例年6月21日頃には梅雨が明けます。そのため宮古島の6月は前半と後半で天気が大きく変わります。過去の統計を見ながら詳しく紹介していきます。平均気温は28度、最高気温は30度、最低気温は26度。梅雨が明けると夏到来。ここから9月頃までは真夏日と熱帯夜が続きます。こちらは6月の天気出現率です。天気出現率とは30年間の気象データをもとに宮古島の1年間の日ごとの天気がどのようなものかを統計的にまとめたものです。旅行の際にその日はどのような天気になりそうかを調べることができる一つの目安となりますので、知っておくと便利です。日ごとの統計は概要欄のリンクから確認してみてください。6月の平均は雨 32%、 曇り 19%、 晴れ 48% ですが、日ごとのグラフを見ていただくと分かるように後半は晴れの確率がぐっと上がります。梅雨だけど晴れの日も多いのは一度に大量に降ってすぐに止むという宮古島の梅雨の特徴のためです。先月の基本情報で詳しく紹介しておりますので、気になる方は合わせてご覧ください。降水量はこちらになります。梅雨時期ということもあり5月に続き降水量が多くなります。今年は平年並みかこれよりも多くなる予想だそうです。気になる今年の梅雨について、今年は4月からどんよりとしたお天気が続いたにもかかわらず5月17日時点でも梅雨入りの発表がされていません。平年より遅い梅雨入りとなる見込みですが、梅雨明けは全国的に平年並みとなる予想で梅雨の期間が短くなる傾向だそうです。さて以上のことを踏まえながら6月の宮古島はどんな服装がいいのか、昨年のお天気はこちらになります。この時期島民と観光客を苦しめるのは高すぎる湿度。宮古島は一年中湿度が高く、湿度の平年値は 77%、 6月は平年値を超す 84% となり、1年で最も湿度の高い月となります。半袖、短パン、薄手のワンピースなど真夏の格好で問題ありませんが、梅雨明け前後ともにジメジメムシムシするので、速乾性、吸湿性のある素材の服装だと少しでも快適に過ごせるかと思います。外は暑くても室内はエアコンが効いていて寒いくらいの時もあります。気温の変化に対応できるよう室内の冷房対策として薄手の羽織物を持っておくといいと思います。梅雨でも晴れた時は真夏の日差しとなり紫外線が多く降り注ぐため、サングラス、帽子、日傘に日焼け止めも常備して皮膚を守りましょう。一日中ずっと雨が降り続けることはなく、一時的に大量の雨が降るスコールが主となりますが、ご不安な方は折りたたみ傘、カッパやタオルなどがあると安心です。私は晴雨兼用の折りたたみ傘をいつも持って行っています。またこの時期に私が必ず持っていくものは汗拭きシート、虫除けスプレー、あと熱中症対策に塩タブレットを持っていくようにしています。湿度が高く熱中症になりやすいので、水分補給をしっかりとって万全の対策で楽しい旅行にしてください。6月の宮古島の海水浴情報。6月の海水温は27から30度、本格的な海水浴シーズンの始まりです。ダイビング、シュノーケリング、シーカヤックやサップなど様々なマリンアクティビティを思う存分お楽しみください。雨が降っていても水中の世界は変わらず美しいので、梅雨の時期でも風が強くなければシュノーケリングやダイビングも十分に楽しめます。宮古島の海は自分たちだけでもウミガメに出会えたりしますが、安全にお楽しみいただくためにも初心者の方はツアーに参加されることをお勧めします。また宮古島の紫外線は
本当に強いので、長時間海で遊ぶ場合は日焼け対策として T シャツやラッシュガードを着て、少しでも肌を守ってくれる服装がおすすめです。次に6月の宮古島の台風情報。統計情報によると6月の上陸数は過去30年で13回。台風のリスクは少ない方ではありますが、昨年は5月から6月にまたいで台風が一度接近しました。台風の影響で荒れたお天気とはなりましたが、海水温がまだ低い時期であったため、それほど勢力は大きくなりませんでした。万が一のこともあるので、天気予報のチェックはこまめにしましょう。6月はシーズンとしてどうなのか。こちらは昨年の宮古島の入域観光客数のグラフです。6月は連休がなく梅雨でもあるので、観光客の増減は変わりなさそうに思いますが、4、5月よりも少し多くなります。というのも、梅雨明けが見込まれる下旬は台風のリスクを避けつつ、カラッと晴れたベストシーズンの宮古島を満喫することができる穴場の時期なのです。航空券やホテルなども6月半ばあたりからは価格がぐっと高くなり、平均旅行費用は1人当たり8万2000円。高騰するといえど、ゴールデンウィークや夏休みと比べるとまだ安い方なので、真夏の宮古島を比較的リーズナブルに楽しめます。かつ観光客も少なめという、まさに隠れベストシーズンだと思っております。梅雨が明けるかどうかという不安は少しあるものの、中旬以降は狙い目の旅行日です。日の出は5時50分、日の入りは19時25分。夕日を見たいという方はディナーの予約は夜の8時以降に取るといいと思います。6月後半からは観光客も増えてくるので、ディナーの予約は必ずしましょう。では次に宮古島の最新情報をお伝えします。今回の最新情報はこちら、最新グルメと最新びっくりニュースです。まずはグルメから。6月のおすすめグルメといえば、もうこれしかありませんよね。国内収穫量1位を誇る宮古島マンゴー、続々と予約受付なども始まり、美味しい宮古島マンゴーが食べられる季節がついにやってきます。おすすめのお店を紹介する前に、まずは宮古島のマンゴーについてお話しします。宮古島の代表的な特産品のマンゴーですが、日本のマンゴー収穫量ランキングはこのようになっていて、1位に輝く沖縄県の中でも生産量が一番多いのが宮古島です。実は私、マンゴーって独特な味がして苦手だったのですが、宮古島のマンゴーを食べた時は美味しすぎてびっくりしたことを今でも覚えています。それからいろいろな島でマンゴーを食べるようになりましたが、宮古島を越す美味しいマンゴーには今のところ巡り合えていません。宮古島のマンゴーはなぜこんなに美味しいのか気になって調べたところ、大きく3つの理由がありました。まず1つ目は温暖な気候。年中温暖な気候が続く亜熱帯気候はマンゴー栽培に適しているそうです。さらにサンゴ礁が隆起してできた島というのも大きな力になっているようで、ミネラルが豊富な大地は水はけが良く、マンゴーの栽培に適した土壌なのだそうです。2つ目はマンゴー栽培の際にハサミを使用しないこと。宮古島では収穫の時期を迎えたマンゴーに対して一つ一つ丁寧に袋をかぶせて、完熟したマンゴーが自然に落ちるまで待つそうです。袋が受け止めてくれるので、傷をつけずにベストのタイミングで収穫ができます。3つ目はマンゴー農園が多いこと。日本におけるマンゴー栽培量の1位を誇る宮古島なので、島内にはマンゴー農家さんがたくさんいらっしゃいます。マンゴーをより美味しくするための情報交換が日々行われ、常に技術向上が図られています。この3つの理由から美味しい宮古島マンゴーが完成しているそうです。手間暇かけて大切に育てられたマンゴーは他県への出荷はもちろんのこと、島内では採れたてのマンゴーを堪能できるお店がたくさんあります。実際に食べて美味しかったマンゴーを3つ紹介するので、ぜひ今後のご旅行にご参考ください。1つ目はつくばり農園に併設されたカフェ、つくばりテラス。自家農園で採れたマンゴーを使ったこだわりのデザートが大人気のお店です。収穫時期限定のマンゴーパフェが絶品です。氷も
マンゴーでできている 100% マンゴージュースもとっても美味しいのでおすすめです。2つ目はマンゴーやパパイヤなどの南国フルーツを年中見学できる観光農園のユートピアファーム宮古島。農園併設のフルーツパーラーで販売される期間限定のマンゴーパフェがとっても美味しかったです。糖度13度以上の宮古島産マンゴーがふんだんに使われているのですが、それだけではなく中にはピスタチオアイスやドラゴンアイス、パッションバターなど手間暇かけて作られたユートピアファームオリジナルのスイーツがぎっしり、食べたいものが一つになった夢の豪華なパフェです。最後はこちら、丸ごとマンゴーを買いたいという方におすすめのマンゴー自販機。新しい市場や島の駅宮古で買うこともできますが、私のおすすめは池間島方面に向かう途中にある満月食堂さんの前にあるマンゴー自販機。冬は冷凍マンゴーなのですが、収穫時期には生のマンゴーが自販機で販売されています。お値段は2個で1000円、1個あたり2000円以内が宮古島におけるマンゴーの価格相場なので、とってもお手頃に美味しいマンゴーが買えます。自販機でマンゴーが買えちゃうというのもなんだか宮古島らしくて面白いですよね。ぜひこちらのマンゴーも試してみてください。次に6月のおすすめの観光スポットを紹介します。今月のおすすめスポットは普段は行かない市街地から外れたこの辺りです。こんなところに何があるの？と思いますよね。実はここ日本でも数少ないサガリバナを見ることができるスポットです。サガリバナというのは日が落ちる頃に花を咲かせ、夜更けには散ってしまう幻の花です。ぶらりと垂れ下がる茎の周りに白や淡いピンクの綿毛のような花を連なって咲かせる美しい花です。宮古島の添戸という地区に群生していて、詳細の場所は Google マップ添戸サガリバナで検索すると出てきます。例年6月下旬から7月上旬にかけて最盛期を迎え、開花中は期間限定でライトアップもされますので、ぜひタイミングが合えば見に行ってみてください。自然のものなので見頃の時期やイベントは直前にお知らせが入ります。インスタグラムではこういった情報をいち早くお知らせしておりますので、ぜひフォローよろしくお願いいたします。最後に6月開催のイベントを紹介します。6月のメインイベントといえば沖縄の伝統行事ハーリー、旧暦の5月4日に開催されるので、2024年は6月9日日曜日に開催予定です。ハーリーは漢字だと海の神の祭りと書きます。その名の通り航海の安全と豊漁を海の神様に祈願するお祭りです。ハーリーは沖縄県で約600年続く伝統的な行事の一つ。美しい海に囲まれ漁業が盛んな宮古島にとっても大切な行事です。小型のサバニという伝統漁船で漕ぎ競い合うレースがこの行事の見どころです。様々な地域で開催されるハーリーはルールから規模の大きさまで多様で、その地域ならではの特色を感じられます。昨年はこれだけの漁港でそれぞれ催しが行われました。レースの他にも子供たちのダンスや太鼓の演舞、出展があったりと見どころたくさんです。ご旅行予定の方はぜひ綺麗な海で開催される宮古島の伝統行事を楽しんでみてはいかがでしょうか。情報が出ましたらインスタグラムのストーリーでお知らせしますので、ご旅行間近の方や宮古島をもっと知りたいという方はぜひフォローよろしくお願いいたします。宮古島ビーチバレー大会、2024年6月1日の土曜日から2日の日曜日にかけて与那浜や浜で開かれる宮古島の観光と経済の復興につなぐ目的で始まったこの大会。市主催のビーチバレー大会は2019年に終了してしまいましたが、宮古島からビーチバレーの火を消さないため市民有志が中心となって企画した大会です。昨年は台風の影響で延期となり秋の開催となりましたが、とっても盛況でした。今年は日本バレーボール協会会長、日本ビーチバレーボール連盟名誉会長の河合俊一さんもゲストとして参加予定で、とっても盛り上がるのではないかと思います。今年は予定通り開催できることを願ってます。宮古島ウルトラ100マイルは6月8日の土曜日に開催です。ウルトラマラソンとは
フルマラソンを超える長距離走のことで、日本でも近年多くの大会が開催され注目されているスポーツで、宮古島では2024年の3月に初開催されました。今回の大会は参加される視聴者様から教えていただいたイベントなのですが、なんと30時間以内に100マイルを走るという過酷なマラソン。宮古島を一周するコースを2日間にわたって走り切ってゴールというコースだそうです。夜間も走り続けるということで、事故なく参加された皆様が無事にゴールできることを祈ってます。この大会での交通制限はないのですが、ご旅行予定の方は走っている方がいらっしゃることを念頭に置いて、夜間なども運転には十分お気をつけください。以上、6月の宮古島の基本的な情報でございました。皆様の宮古島の旅が楽しく素敵な思い出となりますように。宮古島に行きたいと思った方はぜひいいねをお願いいたします。宮古島のことをもっと知りたいという方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。